りました TGC イエーイ。はい、今日もですね、焼き鳥100本企画。これは私が提案させていただきました。いや、なんか意外と食べれるんじゃないかなって思って、お腹空いて、そう、みんなお腹空いてるので、早速食べていきたいと思います。そしてまだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは動画スタート。はい、じゃあ早速もう食べていきましょう。いただきます。いただきます。うわっ、すごい美味しい。100本だから約1人25本計算。わお、え、でも10本は食べれる。マジ1本ぐらいで飲んで。もうさ、お肉がさ、結構パサッとするじゃん。めっちゃ噛むしね。めっちゃ噛む。結構大変。やばい企画を提案してしまったかもしれない。でも私、焼き鳥大好きなんだよ。そうなの。あの焼き鳥のベーコンの水蒸気とか、うん、野菜が好き。焼き鳥のさ、食べ方知ってる？うん、うん、これなんか全部外しちゃダメなんだって。よくいるじゃん、全部外してこうやって食べる人。いや、もう食べれるとこまで食べたら、こうやって箸で下ろして食べるのが本当に長いらしい。そうなんだ。なんか3人はさ、お酒飲めるようになったわけよ。お酒と一緒にこう、このつまみ好きやみたいなのできた。全然ない。ビールを飲めたりとかしたらご飯に合うとかあるけど、この場合ビールがあんまり好きじゃないから、甘いお酒だったらご飯と合わない。確かに甘いお酒そうよな。ヘルプ入っていいっすよ。ちょっと今日完食したいんですよ。食べます。カメラマンさん参戦です。好きなお酒何ですか？ビールとハイボール。わお。一杯目ビール飲んで、あとはハイボールってのが多い。女子でこういうお酒飲んでたら可愛いみたいなのあるんですか？逆にビールとか同じもの飲んでくれたら嬉しい。嬉しい。ぶっちゃけカシオレとかどうなんですか？あ、全然全然。あれ多分普通に飲むから一緒に飲んでくれた人もいるし。お酒飲める人の方がいいってことですか？飲める人は楽しいな。うん、楽しい。でも、彼女にするってなった時にめっちゃお酒飲む人とかって心配じゃないですか？飲み歩く人みたいな。なんかまあ酒癖悪いとかはちょっと怖いですよね。ちなみに今みんな何本ずつ買ってるの？10本。おお。でも私まだ言って6割とか。これまでやってきたお酒でこれ何段目くらいがきついですか？でも意外と、まあまあ真ん中ぐらいじゃん。何が一番？なんだろう、たこ焼き。たこ焼きも結構餃子だったよね。たこ焼きと餃子やばかった。あふれだしお腹いっぱいのない、なんか歯ごたえとかもすごくて。確かに確かに。でもなんか全然罪悪感なくて嬉しい。お肉だからね。お肉がいい理由知ってる？2つあるんだけど、1個がグラムに対してのカロリーが低いっていう、これもう一個が結構お得情報で、熱誘発性なんとかっていう性質があるの。これ何かって、食べたら発生する熱なんよ、でタンパク質が一番食べたら熱を発生しやすくて、だから取り込むカロリーも少ないし熱も発生しやすくて、っていうのを消費するあれもそう、タンパク質が一番いいっていう。っていうかさ、みんな大食い企画ちょいちょいやってるやん。翌日とかどうやって調整してんの？前後で調整じゃん。もうなんか果物しか食べないとか、野菜ばっかり食べるとか、この撮影の2日前ぐらいからちょっと構え、てかもうシンプルに食べれないし、ね、ここでめっちゃ食べるから。確かに入らないよね。やばい。なんかお腹いっぱいというよりも舞台のなんかお腹いっぱいじゃないんだよね。全然。でもシンプルに飽きじゃない？飽きなのかな。なんか江口食べたい。口おい、それはすごい。肉食いなの。でもそれぞれあるじゃん。カノンみんなそれぞれ怠け者に似てるから。カノン怠け者とコアラコアラって言われるし、マサちゃんわかんないんだよ。何に似てるか。お前なんとこない動物。クジャク。鳥？鳥？いや、なんだろう。いなくないですか動物に。動物っぽくないんだよね。動物なんかどちらかと魚っぽい。え、嘘だもん。白熊。白熊？白熊？なんかしくない。白いじゃん。白いし、なんか白熊って感じ。タイガー。ちょっとなんか嬉しい。ホワイトタイガーでしょ。いや、それは違う。こっちは本当にわかんない。リス、ちっちゃい。見ろ、リスってめっちゃ割れる。サイズ感の話だよね。怖い怖い怖い。聞いて、バイトしたいの私。いや、今、いいじゃん。でもカフェだからね。なんか飲食店でバイトしたくて、私人と喋るのすごい好きだから、ちょい不思議だからとか、なんか絡まれたい。いいじゃん。めっちゃ絡まれる。でも時間なくてできない。結局暮らしたくないバイト。何のバイトやったことある？指輪。どういうこと？記念日掘ったり、こうお客さんもらってこうやって背中測ったり。
えっ、やっぱアウトレット入り場やと、すごい、あとかき小屋と居酒屋と、何やかき小屋、かき小屋、なんか海の家の冬バージョンみたいな、お姉さんかきなんか食べますかみたいな。やるんだ、そんなの。あとは居酒屋よ。意外といっぱいやってるんだ、うん、芸能活動入るまでずっとバイトがちでみたいな人やった。かっこいい。カノは何のバイトしてたの？カノも居酒屋やって、お寿司屋さん、高級お寿司屋さん、回らない感じだ。え、だから全然普通にあの個人で経営してるみたいな。握った？握ってないよ、カノ。握るわけない。カノが握ったらもうやばいよ絶対。普通にカノは片付け、お片付けとかお酒ついであげるみたいな。でもすごい厳しかったもん。しかも偉い人ばっか来るからさ、そうだよね、なんか継ぎ方とかも言われるしさ、へぇー、ゲームまで入れてくださいとか文句言われたりとか、初めてくれるとかさ、初めて捕まって、かわいい。そうだね、かわいい。カノ頑張ってらっしゃもらえる。そういうカノ大好き。カノの愚痴ずっと聞いてた。ね、カノの愚痴言うとき面白いよね。ね、カノが口悪くなるのとかめっちゃ好きなんですよ。面白い、あなたは？私まで言ったことあるの？一回ある。アクセサリーとかしてる場所。へぇ、自分家のジムやってた。ジム作業。あー、え、ない？ヒルミあるよ。ミスド、ミスドもそうだし、そうなんだ、ミスドもあとラーメン屋さん、私ラーメン作ってた。私は作ってそう。チャーハン作ったりとか餃子焼いたりとか。かっこいい。ラーメン作ってた。ラーメン屋さんとミスドと、あとタピオカ屋さんでもやった。なんか台湾のお茶の専門店みたいなところでタピオカとか出してて、そこで働いてたりとか、あとは居酒屋もある。なんかバイトって楽しくない？私すごい好きなんだよね。馴染めなかったよ。馴染めなかったかも。ねえ、本当に？うん、なんか先輩ばっかだったからさ、うん、大学生同士でも盛り上がっちゃって全然。え、そう、あと1本食べれない。ねえねえ、食べる、食べる。ひまちゃん回ってきちゃったよ。これで終わり。これで終わり。あと、あと、なんか急に来た。でも、のーちゃん受けた。10歳くらい受けた今。でも、横見たね、すごかった今。マジで起きたら無理になってるかも。ましたなんか、うん、うもーとか入る。ちょっとだよ、食べた。あ、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 せーの、完成でーす。はい、ということで焼き鳥100本食べました。結構頑張っていっぱい食べたんじゃないかなって思います。はい、多分明日の朝起きた鳥になってるから絶対になってる。鳥になっても嫌いにならないでください。じゃあ完成。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいな、みんな頑張ってたなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価、コメントお願いします。ではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。フルーツ食べたい、あれ食べたい、ブレープフルーツ。あ、食べたい。頑張る。あ、コンビニに売ってるさ、めっちゃ美味しい。あれめっちゃ美味しいよね。